la toro. Yeah.
まあトラブルありましたが、あ、なんか思い OK? OK? じゃあ、まあ改めまして、後藤敦史卒業ライブを始めさせていただきます。じゃあここで、まあと言いつつボーカル変われるんですけど、じゃあ僕は履けるんで、みんな最後まで盛り上がっていきましょう。Thank you.
さあ、じゃあここでなんか話はしゃむ…は…卒業しとく？あ？卒業しちゃう？卒業しちゃうわ、残念ながら。まあ、じゃあ、あの1、2回生の方はあの僕がなんで卒業するかみたいな知らないと思うんで、軽く経緯を説明しますと、あの僕1年前ですね、僕が3回生の夏ライブの時に何でしたんだっけ、ああそう、ディープのね、全体ラインでなんかユタニ君が何なんかちょっと汚い動画を貼ってまあそのうちはネタにならない、そうだね、そのまあその罰ということで卒業させられましたね。去年、去年の夏で、これ2回目ですね。今回はなんでかわかんないけど唐突に愛ちゃんにグループラインの名前を後藤敦卒ライン変えられてはい、卒業することになりました。あ、本当に4年間ありがとうございました。じゃあちょっと悲しくなるんですけど、次の曲はすごいしっとりした感じの曲なんでね、あ、どうだろう、目でもつむってね、あの僕たちを感じながら聴いてもらえたらなと思います。はい、行こう。Never fade.
とうございます。よかったな。あ、これ落ちた。あ、じゃあ大久保さん。え、なんかあんまりさ、こういう静かな曲やったことなかったからさ、なんか途中でさ、恥ずかしくなってきてさ、なんで俺こんなやってんだろうって。お前サークルやめた方がいいよ。ちょ、マジ覚えとけよ。こんにちは。頑張り、いい曲だね。時間いけるいける、5分あったら2曲いける。よっしゃ、じゃあね、まあ最後もうパッコリ上げてくやつなんで、サムライハート、みんな知ってます？知ってるよな、そりゃみんな持ってるもんな。うぜぇ、はい、行くぞ。えいへい、サムライハート、えいへい、サムライハート、最後まで盛り上がっていけるのか？
返事が甘いな。